皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。今日はですね、皆さんに重大な発表があります。すでにね、サムネイルを見てね、ご存知の方もいると思いますが、10月20日、に行われる、クロスミッションの、トリプル X クラスに参戦することが決定しました。はい、まあ僕ですね、林道ツーリングからね、こう始まってね、どんどんその、まあ、ハードな道にこう入るようになって、で最近ではですね、オフロードパーク白井っていうところで、結構オフロード遊びをするようになって、でついにですね、レースに参戦するというですね、機会に、巡り合うことができました。はい、で実はですね、今回クロスミッションはですね、出るつもりなかったんです。というのも右手ね、骨折してしまって、まあ、今ね、3ヶ月目でだいぶ強度が出てきたんですけど、まだねやっぱりしっかり握れないんですよ。でやっぱり病み上がりだし、いきなりそうやってレース出て、しかもトリプル X っていう、まあ、国内でもねかなりレベルの高いハードエンデューロの、レースなので、またやっぱりその手を怪我再発しちゃったりとかするのが嫌だなっていうのがあって、まあちょっと慎重に行こうっていう気持ちがあったので見送るつもりでいたんですよ。でただですね、ちょうど先週かダンロップエンデューロと、キャンオフのコラボイベントでね、ゲストライダーとして、まあ、呼ばれる予定だったんですけども、まあ、残念ながら台風で、中止になってしまって、まあイベントに参加することはなかったんですけども、まあ、そのイベントに向けてバイクの整備とか、あとは、軽くオフロード走ってリハビリやってみたりとか、まあ、少しずつね、オフロードの、リハビリを始めていたんですよ。でその中で実はオフロードパーク白井にも、まあ、行きまして、で乗ったらですね、意外と乗れるなっていうのがあって、でもちろんね、その3ヶ月間しっかりバイク乗ってなかったので、体力も筋力も、まあ、かなりね今落ちちゃっているんですけれども、ちょうどね今天候が気温もそれ高くないし、疲れづらいっていうのもあるし、であとはそのトリプル X って本当に難易度が高いので、今回ですねエントリー台数が結構少ないんですよ。10人ぐらいしかいなくて、で10人だとやっぱ難所とかですごい渋滞とかするんだけれども、その渋滞問題がかなりね緩和されて、かなり走りやすいんじゃないかなっていうふうに、思ったんですね。であとはエントリーしている人たちが結構知り合いが多いっていうのもあるし、あとはね、僕がその大好きな白井で開催されるレースっていうのもあってね、今回参戦することをね、決めました。本当にね、3ヶ月間バイク乗ってなかったので、まあ、レース参戦とはいうもののですね、本当に、まあ、練習の延長でいつも白井を楽しむ感じで、まあ、ただコーステープが引いてあってね、その道は決められてるぐらいのね、本当にこう練習の延長でレースを楽しもうかなというふうに、思っております。はい、で今回ですね、かなり、急な参戦発表になったんですけども、実はですね、本当昨日いつも林道ね一緒に走ってる、カザックがですね、どうしても腰痛が治らないと、であと2日間でこう良くなる気がしないので、小川くん代わりに出てもらえないかっていう形でね、相談されたんですね。で僕もねやっぱりずっと興味あったし、骨折する前からそのこのクロスミッション出たいなってずっと思ってたんですよ。だからすぐにですね、決めました、参戦することを迷うことなく決めましたね。本当1週間ぐらい前にね白井ちょっと走ったんですけど、まあ、意外とね乗れた部分もあったので、それでねますます出たいなと思ってたんだけど、もう締め切りがね終わっちゃってたんですよ。だからエントリーもできずにね、悶々としてたんですけど、ここでね、まあ、カザックのねその腰の状況というのは心配なんですけども、せっかくいただいたチャンスなので、クロスミッション、トリプル X クラス、まあ、なんとかね、まあ、練習の延長線上とはいえね、なんとかねやっぱり一周できるようにね、頑張って、行きたいと思います。はい、で
あとですね、10月20日、僕ですね、オフロードパークの試合にもちろんいるんですけども、応援に来てくれた方にはですね、ステッカーを差し上げようと思います。はい、ね、合言葉は、今日はオガチャンネルを応援しに来ましたとね、声をかけてください。そしたらですね、ステッカーの方を差し上げますので、いつもと違いますからね、オガチャンネルいつも見てますじゃなくて、応援しに来ましたとね、声かけてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、でせっかくなので、コース図を、見ながらどんなところがね、見どころなのか、解説していこうかなと思います。オフロードパーク試合ね、来たことない方はどこでね見ればいいのかおそらくわからないと思うので、コース図を見ながらね、こんなところで見ると、面白いと思うよみたいなね、難所はここだと、難所がここにあるからここが見どころだよみたいなね、そんなのもちょっとね解説していこうと思います。オガチャンネル。はい、それではね、クロスミッションのホームページ見ながら、コースの、見どころというか解説していきたいと思います。はい、でこれがね、トリプル X の、クラスのコース図になります。はい、でここの横に、セクション書いてあって、番号が振ってあるんですけども、ここがね要は、難所と呼ばれる場所ですね。はい、で、ここの、スタート地点、まず一番最初にあるのが、シングルウォールっていうね、すごいでかい岩があります。はい、そこをね、登っていく、ところです。でそれを登って、で、今度、この第1エリアから第2ロータリーに、ね、移動していくんですが、ここの移動路がよくね、僕の動画で出てくる白井の移動路がえげつなかったっていうね、移動路です。で、ここね、台風の影響でこの横に流れている沢が、この移動路に入って、土とか砂とか全部洗い流されてしまって、岩があらわになってよりゴツゴツなって、難しく変わっております。はい。ね、でここの移動路自体も結構見どころになると思います。はい、ね、で、次の、難所が2番ですね、白の段&ギサワっていうところです。結構角度のある2段の、ヒルクライム、ステアケース、どっちなのかよくわかんないですけど、場所がありまして、結構、ね、難しいところです。で、その後、3番、スパルタンロックっていうのがあって、ここがね、バイクって入っちゃいけないところにね、入らされるところなんですね。はい。でここもほんとヒーヒー言いながらね、バイク持ち上げながらね、進んでいくしんどいところなんですけども、ここを越えて、また山は少し下るのかな。うん、前転ダウンヒルとかあれね、ほんと前転したくないね。うん。で、4番、これがね、非常に問題で、ワダヤヒルっていうわずかな助走とライン取りが試される白井随一の急坂って書いてあるんですけど、ここね、僕もしかしたらいけないかもしれません。周回できない可能性があるとしたら、ここがクリアできなくて、次に行けなくてっていうね、ことがちょっと考えられますね。このワダヤヒルは多分ね、結構ドラマが起きると思うので、そうだな、その第一エリアから第二、まで行くのって歩いていくとかなりあるんですよ。うん、なので、第一でスタート見たら和田屋ヒル行って和田屋ヒルのアタックを見るっていうような見方もありなのかなというふうに思いますね。はい。で、5番ヒューマンスライダー、すべてが岩盤失敗すれば滑り落ちる、タイヤ選択と確かな加速が鍵となるということで、そうなんですね。ここね、大きい岩盤が飛び出てて、そこを登っていくんですけど、ここもすごい嫌な場所ですね。はい。で、そこずっと進んでいって、横井っていうラインを通って、第3エリアで、6番、奈落。ちょっと、下車必須な、ダウンヒルプラスキャンバー、崖から落ちないように細心の注意。もう、嫌だね。バイクから降りないと、下れない坂がここにあるそうです。ここちょっとね、どんなところなのか、僕わかんないんですけども。はい。で、ここから多分下っていく形になると思いますね。で、7番、テクニカルヒル。トリプル X は2段、飛ぶほどの覚悟がなければクリアは困難ということで、いけるのかな？これちょっとね、どんなところなのか想像つかないので、初見でね、クリアするしかないですね。はい。で、こういった難所がいくつかあって、スタート地点に戻ってくるというね、ルートになります。
確かね、3時間ぐらいだったかな。ちょっとね、僕、レギュレーション全然知らないんですよ。走行、ここに書いてある。2時間30分でチェッカー、その後30分の、計測で合計3時間か。だから、まあ、実質3時間っていうことですね。なるほど。ということで、今の、このね、まあ、大体ね、一周の、こんなルートっていうのを、まあ、大きくね、7箇所、難所があるんですけど、これを、まあ、3時間以内に、いかに早く帰ってこれるかっていうのがね、今回のハードエンデューロの、レースになります。まあ、正直ね、結構ね、無謀なチャレンジではあるんですけども、ね、僕、基本やっぱスタントライダーだし、オフロードライダーではないんですよね。で、スタントライディングとハードエンデューロって、やっぱり全然性質の違うもので、そもそもね、やっぱりアスファルトの上を走るのと、ガタガタな、ね、オフロードを走るのと、やっぱり全然違う技術が必要で、だけど僕はね、すごいそのオフロードが楽しくて、やってるんですけども、だから、実際はそんなにそのオフロードの実力ないんですよ。だけど、まあ、好きでね、やっているので、その好きの延長線上でね、どんな難所まで越えられるのかね、やっていきたいと思います。まあ、もちろんね、一周したいんですけども、一周できない可能性もありますのでね、それぐらい難しいコース設定になってますので、皆さんもね、ぜひ僕が、コテンパンにやられるところ 見に来てください。もしかしたらね、どっかで熱中症になって、ね、ゾンビモードになってるかもしれないので、そういう時ね、塩タブレットとかね、飲み物、差し入れしてくれると喜ぶと思います。ということで、いよいよですね、もう明後日になるのかな？すぐにね、レース、ですけれども、何も準備しておりませんが 頑張ってね、一周目指して、いきたいと思います。ということで、もしね、時間があれば、オフロードパーク次第までね、来て、応援しに来てください。声をね、かけてくれた方にはですね、10月20日のみ、ステッカーの方をプレゼントいたしますので、ぜひ来てください。それではね、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。またね。